質問なのですが、内抜けされた時に密着と移動投げで立ち位置が変わっているのですが、統一したりする予定などありますか？また相手の移動投げに対してしゃがみから後ろ歩きをタイミングよく行うとガードモーションが出て相手の投げを透かしたりするのですが、これらの治ったりしますか？これな、これそうなんだよね。まあ、うちのゲーム結構、アンダーナイトもそうなんだけど、投げ抜けを掴んだ時の間合いに戻すんだよね。まあ、大変分かりにくい話をするんですが、この位置関係、この位置関係と、どうかな、同じかな。いや、これと、これって違うと思うんだよな。ね、例えば、密着で、アルクで投げて、2Bって届くんだけど、ここで投げると届かないのよ。だから、移動投げがどうとかじゃなくて、掴んだ時の間合いに戻すのね。密着の間合いから戻すから届くし、ちょっと離れてる間合いに戻すから届かないっていう感じでずれるっていうのがある。 This song is good. Oh, thank you. I like this song.What song do you like? I like this stage. Wow. どこだっけ？ここ好き。I like this stage. This song. 大好き。ソングじゃないのか？なんつうんだ？ミュージック。で。I like the song of the stage with the autumn leaves the most. Is this? ここかな？オータム、じゃあオータムこれ。オータムリーブスあら、ここ？ちょっと、自信がねえな。Yes, best song. この曲好きね、俺もすげえ好き。めっちゃかっこいいと思ったもん。ライトさんからサンプルのなんかラフ曲とか来るんだけど、この曲、このステージの曲聴いた時はね、結構おなんかすげえの来たなって思ったわ。でもーずカラップス、明日へのだからこれか。Is really good. My favorite. Nice. いやー、全部好きだけどね。My favorite is ここ。ここと、ここ。こことココが好き。あとココ。この3つやな。主に好きなステージは。ココ。で、ごめん、ちょっとお便りの話を回答してなかったんだけど、これな。これねー。できない。できない。
これね、当たらないようにもできるんですよね。できた。いや、これはただ距離が遠かっただけか。距離が遠かっただけだな。違うんだよな。いや、極端な話言うとさ、例えばその投げが来る瞬間にさ、すごい勢いで下がったらさ、投げって当たらないじゃない。確かにそれが理由だった気がするんだよな。その投げの特定の前に入ったら投げを成立させるっていう処理があるんだけど、それをギリギリで後ろ入れると、あのこの前に入ったら投げのモーションに行こう、要するに停止して投げのモーションにこうやって行くじゃん。で、停止しました、掴みに行く、モーションに行きますに入った瞬間にちょっとその後ろに入ってると予定してた位置とちょっとずれるから、あ、リバさんに対して5で殴って認知音をタイミングよくやるとやりやすい。リバさんを投げにして助かる、そういうの。あ、近い時か、これか。難しいな。近いかな、これガードじゃないのか。できねえ。できた。これだな。保存した。じゃあシェアすんな。最高の瞬間を教えなくて。コマ送りってないんだよな、これな。あー、これ分かったぞ。分かった分かった、これやり方分かった。こっちの方は確かにな、直してねえわ。ほんとダッシュ完成が乗ってねえんだこれ。ダッシュ完成が乗ってない。これはかなりやりやすいな。そのさっき言った通り、走ってきて止まってで投げるんだけど、これ止まって、止まるんだけど、ここで多少ズザーって滑るのよ。多少こうズザーって滑るのよ。この状態から多少ズザーって滑って投げるから、相手の位置が多少後ろ歩きでずれようが掴んでくれるぐらいのマージンは持たせているんだけど、密着の時はそもそもダッシュしてねえから、その多分そうだね、竜巻じゃなくて後ろちょん入れでもできるわ。その投げが確定した瞬間に後ろ入れると、あ、近いじゃんって投げのモーションに行こうって行くんだけど、密着っていうかダッシュしてないから、ダッシュベクトルが乗ってなくて慣性がついてなくて、その場で掴みに行くんだけど、だから後ろ入れでなるから、まず立ち A の後にして、そのギリギリの前にした後、投げのモーションが確定した瞬間に後ろを入れると起きるって感じかな。ちょっとメモっとこう。まあ実際結構オタク話にはなるんだけど、だから実際例えばそのこの遠い間合い、これでそのスカらせるのは結構難しいと思うんだけど、多分あの不可能ではないと思う。理論上起こりうる。特に後ろ歩きの移動量が多いキャラ
とかだと特に起きやすいんじゃないかなと思うんだけど、特にその1フレーム目の動きの量ね。いやーまあ確かにな、あんまり良くねえな。ちょっと調べておきます。あとそうなんだよな、投げ抜けの後ってやっぱ固定前にした方がいいよね、正直。現状前が固定ではなくて掴んだところの前になっていくから、密着だと 2B が当たるけど、ちょっと離れて掴むと届かないってなるから、これ多分ちょっと分かりにくいし詰めにくいからあんまり良くないわな。ちょっとどっかのタイミングで多分揃えると思います。まあほぼほぼ密着の状態で揃えた方が想定通りの読み合いにはなるかな。これが届く届かないがあるんで、まあちょっと考えます。Wi-Fi indicator. Oh, I know. Jitter indicator. Wi-Fi indicator. Ah, yeah. I know that is very important. I want to add jitter and packet loss indicator.まあ、その辺結構大事だと思ってる。ピングってなんて言うんだっけ ?RTT?RTT? ピング、ピン、バリュー、アンド、ジッター、アンド、なんつったっけ、パケットロス。very important, I think. What do you think?Oh, you speak very good English. Really? Thank you. I'm studying English now. ピングはピングで通じる？多分ピングではないんでしょうね。ピングではない。ピン。ピングってさ、やばいよな。PNG 形式じゃん。ちょっと英語。英語は。Google Translate.ピング グは発音しないですね。ピンピンですね。 Many people play wired or use power line adapter. What is thisAnd still have very high jitter only, not only Wi-Fi players. これちょっと調べてみよう。パワーラインアダプター。電力線アダプター。あれか。はい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 。電源、コンセントに挿すネットのやつ。電源にぶっ刺すネット回線のやつだ。Using internet through electric wire. I know. This is so laggy. This system is so laggy. So laggy and very many jitter.エアーじゃなくて、なんかさ、コンセントにぶっ刺すタイプのインターネットあるんだけど、あれね、ちょっとノイズがね、すごくてね、あんまり格ゲーには向かないんですよね。ちょっとディスるの良くないとは思うんですけどね。Don't use the microwave. I'm playing LBTL. そうね。Thank you. まあ、とりあえず、ちょっと質問に戻るんですが。ひとまず、そうですね。ちょっと、
一固定じゃの方が、まあ、多分やり込みがいもあるし、なんかいいと思うんで、ちょっと検討はしてみます。で、移動投げが使っちゃうのは、まあ、ちょっと緩和できないかは検討してみるわ。検討してみる。さっきのドミッチャクのやつは多分簡単に直せそうだなと思うんだけど、ギリギリの前のやつは難しいな。なんかいい方法ねえかな。まあ移動する距離の最大値を見て、多分今ギリギリを攻めてるから、ギリギリを攻めないようにすればいいんだけど、そこを変えるとダッシュして掴むまでのフレームが多分変わっちゃうから、投げが弱くなったんだがって言われるのが嫌だから、あー、わかった、直し方わかった、なんとかなりそう、検討はついたわ。ちょっと多分どっかで直します。いや、なんだっけ、空振りガードっていう仕様があるのよ。その、なんだろう、後ろ入れてガードしない瞬間ってあるじゃん。後ろ入れてガードしない瞬間ってあるじゃん。こうやってガードポーズ取るじゃん。これ、影縫いです。これを、その、ダッシュ投げの停止の1フレーム目に入れると、まあ影縫いにはなるから、多分そんなにはずれないんじゃないとは思う。まあ強化にはなっちゃうけどね、その性能自体はちょっと変わってはしまうけど、強化にはなるかな。これって何の意図であるんですか。なるほど、確かに、まあ、とりあえずちょっとこちらのお便りには回答しちゃうんですけど、ちょっとあんまり確かに良くないと思うので、うまく直せるようにちょっと検討いたします。お便りいただきありがとうございます。